トワイライトフォージェンド、シラです。タワーダメージを受けたら即終了ロワイヤルをお送りしていこうと思います。今回もね、今日も京都で、袋ラーメンを作りながらお送りしてます。もうすでに沸騰してるんですけどね、手元に菜箸っていうかもう割り箸しかないんで、ちょっとクラロワ片手にできる感じじゃないです。あ、もう完全にやばい。泡が吹きだ、あ、やばいやばいやばい。ちょっと、あれですね、火力下げますか。相手工場を、これ完全にペッカ工場ミラーですね。あ、やばいっすね。豚変えられたらこれちょっとノーダメは厳しいんだけど。あ、でもラーメンが出来上がってしまう。危ない。おっと、あ、危ない。もう火力下げたからね。なんとかなったけど。あ、全然守れてる。これは1分耐えきれるんじゃないか。一応ですね、今作ってるこの袋ラーメンが4分間茹でてくださいなんで、だいたいこの試合が終わるまでぐらいだったら全然大丈夫なんですよ。とりあえずこれ工場でやっといて、で、言うの流していけばいいかな。お相手マジやっちゃマザネク。なんだ、エレビズ捨てた？エレビズを捨てたのか。ペッカ工場にエレビズは必須だぞ。相手言うの。え、マジで？あー、ちょっとこれきついな。一旦逆サイド釣りますか。あぶねー。ここ釣んなかったらやられてたな。で、一旦これゴーストで受けてあげて。え、なんかいつものに比べたら順調じゃない。だいぶこうできてるけど。あ、麺がほぐれてきた。あ、オッケーオッケー。そしたら、おっと、これ守んないといけないの厳しくね、マジで。毎回こうやってさ、出さなきゃいけないんだけど。で、右のババはあれ放置でいいんで、エレビズが守ってくれる。そしたら、そうだな、お相手ペッカとかいると思うんですけど、今のところ出てこないっすね。で、マジックアーチャーは、まあ、普通にこっちはマジックアーチャーでいいかな。ちょっとね、左手だけで今操作してるんですけど、右手でね、あ、ちょ、